フリードリ・ヒロベルト・ヘルメルトフリードリ・ヒロベルト・ヘルメルトはドイツの測知学者、数学者、ゴサロンにおいても多大な貢献を果たしたザクセン王国フライベルクの生まれ、工学を学ぶために1859年にドレスデン工科大学に入学したが、ここで測知学に興味を持つ。1867年に数学及び天文学の研究により、 ライプツヒ大学にて博士号を取得した後、1870年に新設されたばかりのアーヘン工科大学の教員となり、1872年に同大学の教授に就任する。在職中に近代測地学の基礎となる、大マシマティスケンウントファジークリーチェンティーリンデア、フーランジョダシーを執筆したほか、確率分布の一つである、解事情分布を発見した。また、 カール・フリードリ・ヒガウスにより測地学に導入された最小事情法について詳細な解説書を執筆した。地球楕円体の形状にかかる楕円パラメータを決定したほか、測地座標系の座標変換などで用いられるヘルメルト変換や正標高の一種であるヘルメルト高でもその名が知られる。1886年からベルリン大学教授兼任で、 ポツダムのプロイセン測地研究所の所長に就任し、亡くなる1917年の直前まで同所長を務めた。この間、国際地球回転、基準系事業の前身である、インターナッシュナラー・イドローテ・シャンディンシュとの設立に、携わったほか、プロイセン科学アカデミー及びアッカデミア、デー・リン・チェイの会員を歴任した。ベルリン大学には当時東京帝国大学理科、 大学助教授であった寺田虎彦がプロイセン測地研究所には陸地測量部の杉山正治陸地測量士がそれぞれ留学しヘルメルトの教えを受けている。ありがとうございます。